ババンビのいいところは？みんな可愛い。バババンビのお気に入りの曲は？テレシンギルティ。アカネンを野菜に例えると？ピーマン。理由は？苦いけど美味しい。シミを果物に例えると？トマト。理由は？赤いから。ミオチを文房具に例えると？ノリ。理由は？なんかピックルみたいにスリムだから。ルイちゃんをキッチン用品に例えると？ミキサー。理由は？生クリームみたいに可愛いから。ミキサーって生クリーム作ってるの。メルダをお菓子に例えると？チョコパイ。理由は？みんなから愛されそうなお菓子。タレちゃんを鳥に例えると？ニワトリ。理由は？なんかすぐ忘れっぽいから。ウサを野菜に例えると？人参。理由は？ウサギ人参。バババ番組でやってみたい企画は？お祓い。なんでですか？ちょっとみんな運がなさすぎる。得意なモノマネは？モノマネ？ルーちゃん、愛しい。一番の変顔は？一番の変顔マジ見てないんだよ。なんかこんなことで全く。自分しか知らないメンバーの秘密は？秘密はない。今何問目？18問目ぐらい。21です。うん。メンバーで一番頭がいいのは？アカネン。辛い食べ物は好き？好き。今まで食べた虫で一番美味しかったのは？ラーメンのコオロギ。背があと10センチ高くなったらどうする？あんまり気になんかちっちゃい子見てください。 Which is bigger, tablespoon or teaspoon? Yes. 自分のことあざといと思う？思う。大きい声出してみて。あ、遅刻する人をどう思う？うるさい。地元の言葉で好きだよは？好きだよ。今のアメリカの大統領は？あ、トランプさん。1メートルは何ミリメートル？100ミリメートル。あ、ちょ、1000ミリメートル。東京に区はいくつある？今日に13区。郵便はがきの料金はいついくら？え？郵便どこなんかかも。10円ぐらいかな。イタリアの首都は？イタリアの首都はイギリス？アイドルじゃなかったら何してる？高校生してる。今すぐ引っ越すとしたらどこに住みたい？ハワイ。友達いる？いない。家族構成は？お兄ちゃん、妹、パパ、ママ、犬。吉沢茜は福岡出身ですが、本当に生まれた場所はどこでしょう？沖縄？福岡です。そうなの。福岡出身だもんな。アイドルになっていなかったら今何してた？高校生。シミユの好きなとこは？ちっちゃいところ。シミユって実はキシミが名字でリュウが名前なの知ってた？知らなかった。キスとピョン。だろうな。自分が思う超絶可愛いキスしてほしいください。キスしてほしい。あ、照れる。自分の好きなところは？特にな。今一番好きな食べ物は？梨。虫？梨。虫なわけない。ダイエットの秘訣は？気持ち。落ち込んだ時何する？寝る。今持ってるスマホケースの数は？100個ぐらい。好きな香りは？ふわーんって匂い。1週間休みがあったら何する？1日寝て、2日目遊びに行って、3日目から旅行に行く。得意料理は？肉じゃが。弱点教えて。怖いのが嫌い。メンバーで結婚するなら誰？るいちゃん。もし明日地球がなくなるとしたら何する？寝る。メルダの一番好きなところは？テンション。海外旅行するならどこに行きたい？ハワイ。好きなテレビ番組は？音楽番組。今一番何したい？寝る。好きなおにぎりの具は？シャケ。休みの日何してる？寝る。喧嘩した時の仲直りの仕方は？寝て忘れる。願い事が1個叶うんだが？お休み欲しい。メンバーの直してほしいとこは？うるさい。聞き
たいことが特にないです。私は誰でしょう自分。どんな中学生でしたか。今とあんまり変わらない。あれやっとけばよかったってやつ何ですか。青春。もしババババンビやってなかったら何してた。高校生。家で何してるの。寝てる。最近嬉しかったことは。調子。子供の頃の夢は。幼稚園の先生になりたい。カフェの店員さん。尊敬する憧れの人は。言わない。今一番欲しいものは。クリスマスコフレ。これから挑戦したいことは。空の表紙。休みの日の過ごし方は。寝る。趣味は。ない。とりあえず寝てる。好きな食べ物は。青いぶどうと梨と梨。得意料理は。肉じゃがかハンバーグ。好きな季節は。今秋。好きな寿司ネタは。ウニ。好きな焼肉の部位は。カルビ。好きな果物は。梨。朝はパン。ご飯。お米。インドア派アウトドア派。インドアなのかな。犬派猫派。犬。好きなアニメは。五等分の花嫁。座右の銘は。目座右の銘。目行きたい国は。フランス。無人島に一つだけ持っていくとしたら。何でもしてくれるボディーガードみたいな人。最近のマイブームは。アニメ見ること。好きな自分の体のパーツは。横顔。グッとくる男性の仕草は。分からん。昨日の夜何食べた。梨。得意なスポーツは。ダンス。最近した大きい買い物は。もう覚えてない。出身は何県。神奈川県。自分の長所は。長所わかんない。メンバーカラーは。桃色。名前は。うさ。終わりです。早っ。100問早っ。なんか1000問ぐらいいけそうもっと答えたい。うん、専門質問やりたい。皆さん、うさってわかりましたか。まだまだうさ王には足りませんよ。頑張ってください。以上、うさでした。バイバーイ。得意なモノマネは。モノマネ。ルーちゃん、愛しい。一番の変顔は。一番の変顔、変顔マジ向いてないんだよ。なんかこんなことで全く。大きい声出してみて。あ、自分が思う超絶可愛いキスしてほしい。ください。キスしてほしい。あ、照れる